の城に近いような。へえ。日本の城は何をベースにしてんだろうね、国土のサイズの違いなんかね。そうだろうね。あとはまあ、そうね、戦い方も若干なんか違うんだろうけど。日本の城がどうやってどれぐらい戦に向いてるのか俺はよくわからない。戦のこととかわからない。領地を兵で囲って。そうそうね、そういう感じだよね。日本の城もまあそういう部分もあるけどさ、堀とかでね。終わりです。公営ゾーンがとりあえず終わった。今日の公営ゾーン、昔の京都自体が城みたいな感じか。そうだね。日本はそう備えって作りでない限りはそうじゃないような。どっちかっていうとまさに RPG、 一個の建物のでかい版みたいな感じだもんね。 RPG ゲームクリエイティブスタッフ、ウォルフティン。向こうはもうちょっとなんか要塞みたいな。うわ、ジオン来た。やっぱりこれすごい。ウルフチームやるときはやるな。そうそうそう、そういう感じだよね。高いところから見えるっていう感じだよね。だから上に伸びてるね、ウルフチームおでこのとか色が中途半端な色のとこがさ、どっちの色になっていいか分かんなくてピカピカしちゃってる。すげえなこれ。でもこれ用に撮ったのかな。どこで撮ったんだろうこれ。鳥取？なんかちゃんとしてんな。ちゃんとしてんな。誰誰これ誰。うわすげえ、何これ。どうやって撮ったのこれ何してんだこれ。ゲーム中流れねえのかなこれ。流れてほしい。こういうの挟んでほしい金かけすぎだろ。ボブじゃねえよ。ボブ引っ張りすぎだよ。ボブだったなあれ。ヒゲ触ってたのボブかな。どんだけやってんだよこれ。あーそこで撮ってんのかな。それかなんか映像借りてんのかな。何かしら三国志っぽいやつくださいっす。安いやつで。あ知ってるこれ、燃やすやつでしょ。いやあと矢を撃ってもらっていっぱい仕入れるやつでしょ。やめろ東武スクエアみたいな、なんだっけ、何人スクエアだっけ、ミニチュアの街みたいな。やめなさいよ。まあ国によっちゃね、冷蔵庫、本当の北の冷蔵庫のおもちゃとかあるからさ何これ。楽曲135ってのコオロギ3、コオロギ72だ。うわ何これ、この場所をどうやって撮ったの。映画村？わからないわこういう業界。金かけすぎじゃねこれ、大丈夫？作っちゃう？作ってんのあれ？落ちた、危ない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 よ。なんで落ちたんだろう、何もやってないの。なんか横の人が心配そうに見てたぞ。映像あるじゃんこれ。シネマルネサンスより。なんかあんのかな、元から、もともとあんのか、向こうのドラマかなんか。光った岸野正宏。いやー金かけすぎと思ったけど、まあ借りるだけだったら、借りるだけっていうか使わせてもらうだけだったらそんなかかんないかも。いやーウルフチームにそんな金はないだろうびっくりしちゃったよちょっと。絶賛の映像美、三国志、諸葛亮、違う、諸葛孔明の名場面をメガ CD だけが再現。メガ CD だけです。なんででしょう。メガ CD スペシャルって何？パソコン版がなんかあんのかな？リアルタイムが織りなす攻防グラデーション。映像美って借り物やんけ、うん、そうね、多分ね。戦乱に輝く英雄たちのアンビシャス。何が起きてんだか分かんねえよ。メガ CD と聞いて。メガ CD やっております。いやオープニングすごい。おお石壁炎上って何。
吉原炎上に次ぐ西暦208年、さあ8年前の関東の208年、章を破り、日本何してた頃よ。勢いを持って中国北部を制圧した曹操は、劉表の死後に発生した世継ぎ争いに乗じて慶州北部を制圧、邪馬台国、漢中の諸将と盟約を結んで、中国やべえな、さらに南へと向かって進軍した。日が CD メガ CD、 劉備は敗北を重ね長江の南に逃げ延び、炎上するんだ。その劉備と結び、曹操の南下を防ぐべく軍備を整え、曹操を迎え撃とうとする。12月、曹操軍と孫権劉備同盟軍は長江を挟んで向かい合い、三国志中盤の決戦、中盤戦役が始まった。三国志の歴史って何した今。何年間ぐらいあるの？世代的には3世代ぐらいとか一緒に抜けすんだよ。動かせます。うわー、広いっていうか細かいなー。どれが何？どこ、何すりゃいいんだこれ。これはわからない。あ、そんなもんっていうか長い。長い。100年、ほぼ100年じゃねえか。最後の方つまんねえらしいね。なんかそうそういたよ。かか田舎なんだけど。何が、何を俺はカーしようとしてんの？そんな長かったのか。ねえ。一世代じゃ終わんないよ。え、何をしてんの俺。何をしちゃったの俺は。実写ムービーが見たいだけなのに。そうそうして、なんか、なんか、簡略化しすぎる。三国志の最後のオチの方ってつまんないでしょ、なんか聞いた話だと。意外と盛り上がらないんで、誰もあんまり語らないっていう、最後の方は。いや、無理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 。無理、これごめん。これ無理。俺がこういうので遊べたのはザンだけ。無気、あの、敷居が高すぎる。敷居が高すぎる、これ。無理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 。無理無理無理、ごめんなさい。誰かサポートがついてくれないと無理だよ、これ。ボブの弔い合戦。そうだよ。三国志のアニメをうつべとかで見始めると止まらなくなる。あるんだ。俺は何で見ればいいのかな、最初な。とりあえず三国志、最初は何で入ればいいの？横山ミステル？三国志？人形劇のやつ？新助のやつ？ 20 分しかねえぞ、これ。シールドウェーブ、懐かしいな。説明書の手触りが最高だな、これ。独特の紙を使っている。そしてサントラ付きだな。なんて読むんだろうこの人。真犯人は誰だって書いてあるよ。俺も知りたい。突然の爆破炎上、謎に包まれたメッセージ、真犯人はロシアのキリト。これから起こる可能性の一つ、はい、読んでくれるのはいいよ。空想してみるのと同じ感触で過去は幻想に紛れる。まみれちゃう。彼女の左目の中にわずかな傷を見つけたのは今一瞬のここではない。なんだこの死みてえ。始まった。数字ちっちゃい。プロローグだけ見よっか。とりあえずこれなんか評判いいよね。ゲームを変えてもう一勝負する。何やってんの。望むところだ。ゲームは何を。いいね、なんか雰囲気いいね。インディアンポーカーなんてどう？インディアンフォーク。ルールを知ってる？教えてくれ。やるの？まず初めにお互いにカードを1枚ずつ。前儀でな。次にあなたは自分のカードを私に見せてもらう。ああ、これおでこのとこに当てるやつ。私のカードを。外伝的小説。お互いに自分のカードを見ることはできないの。自分の数字を当てるんだっけ。互いに相手のカードの強弱を見てかけるのよ。あー、はい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 。猿芝居っていうフジテレビのドラマで見たわ。タバコかけてたわ。カードの強弱は2が最強。エース。1が弱いの。クイーン。いや逆か。3が弱い。10 9。はい、やった。3が弱い。7 6 5 4の順位。3が最弱。2が賭け金を決めてコールし互いのカードを見せ合う。2が一番上なんだ。当然カードの強い方の勝ち。忘れません。
君のカードが僕に見えて君自身には見えない。島本和彦みたいな声だな。お互いに NG ワードでインディアンポーターやってたな。あなたには私のカードが見えるけど自分のカードの強弱はわからない。意味深な駆け引きだな。何かに似てる。いいだろう、始めよう。トークだった。ではトークンを3枚ずつ。トークン、手持ちのトークンがなくなった方が負け。てかそれこれプロローグなのこれ。動いたよ。裸にしてやる。いいかしら。すげえ雰囲気のゲームだ。行くぞ。相手が7。複雑だね、真ん中辺というか。まあちょっと下の方。自信のほどは。あと8、9、10、11、12、13、12でしょ。あー全然低いんじゃねえか。何これ。前のめりか。表情読ませないか。読ませない。さーてなー。本当にそんなカードで私を泣かせると思っているの？そういう心理戦なのか。レイトを変える？ちょっと様子見すっか。このままでいい。あ、いや、いいの？お受けしますわ。最初から1なのか。コール？それとも降りる？降りるとどうなの？負けなの？コールは。コール。行くってこと？あなたは8。あ！私は7か。勝ったか。まずまずだ。ギリギリ勝った。いい攻め。自分はどっち？右だと思う。わからさ。嘘。山田佳祐じゃない。いや、わからん。どっちなんだろうね。相手が3。勝ったね。どう？バレるんじゃないの？自信のほどは。同じ3だとどうなるんだろう。さーてなー。本当にそんなカードで私を泣かせると思っているの？ジョーカーが来ると負けとかなのかな。あ、嘘。あ、じゃあどうなんだろうね。弱気にして相手を勝負に乗せないといけないんだよね。あ、そうなの。じゃあさっきのやつは弱気を見せた方が良かったってこと？2枚。お受けしますわ。おう。コール？でもこれ2枚で勝ったら勝ちじゃん。降りる？コール。あ、押しちゃったよ。あなたは8。私は3。ひどいってなんだよ。ひどいわ。相手を見るゲームでは。いいことばかりじゃないさ。やるわね。勝ったよ。ああ、脱がねえ。マイナスにすれば脱いだのかな。なんだろう、もうこの世界に引き込まれてしまった俺は。うまい導入だな。お仕事は。シンプルなゲームでまずこうね。どこにでもいる営業マンさ。このなんかこのセピア色の感じとさ、この何とも言えない独特な声優と、この画面を固定したこのアングル、なんか素敵なゲームだ。ノスタルジアクルーに次ぐ。誰だよお前。客船はただいま乗っ取られたことを通告する。まさか。あ、読んでんの。なんかいる。ナディアの時代だな。へえ。うわ、動いて、うわ、えぐい。何？なんか死んだろ、今。確かに。これは沈むぞ、これ。副船長が毒ガスだ。毒ガス、副船長が毒ガス。トリカジーパーイ、船首を風上に立てろ。腐って。つかまれちまったの、このゲームに。ひどいひどい。火事が重い、スクリューが止まったぞ。機関長、公開し。やられた、機関室や。収録してる環境がわかんねえ。ダリンジュ君、日本版おもかじ船長。プレステ版セプテントリオンより全然いいよ。機関室の状態を確認しろ、フレッド。
アホみたいに突っ立っとらんで命令発信せっか。この通信は爆発の寸前に入ったんだな。今乗っ取られたことを通告する。午前11時0分ぴったりです。宣戦布告と同時に攻撃ってわけ。セファミのセフテントリオンは緊張感たまらんかったですけどね。プレステ版がひどかった。がっかりだね。奇跡だったのかな、スーファミ版は。わあ、来た、でかくなった。なんだこのゲーム。これなんかパソゲーかなんかなのかな。もともとよくできてるね。なんか評判いいのは知ってたけどほとんどサートになった。船長と話がしたい。こういうゲームやらない人だからな。なんかアメリカの映画を面白く日本語訳した感じに似てる。でも妖艶っぽくないんだよね。セプテントリオンはほらジャンプに命かかってるせいで緊張してる。そういうことか。保険屋だとダメだ。通信機は緊急通信の更新で手一杯だ。とても乗客に使わせる余裕はない。ロック、このお上品な英国紳士をつまみ出せ。私をただの保険勧誘員だと思ってもらっては困る。どれがロイド社のものだと言えばわかるだろう。ウィンジューが勝手に再起動したやだ何が行われてんの。ハゲタカ。大英帝国ロイド組合保険は皇室編集による紳士力に記載を許された教皇以上の官位を持つ歴史とした騎士によって構成されている。あなたはアメリカ中央議会の承認を得て私にそのような口を聞いておるのでしょうな。アメリカがイギリスの植民地だった時代は終わったのだ。ほう。船の上は私の独立領土だしな。いつの時代の話。アメリカがイギリスの植民地だったの。この船の損害賠償支払い義務が私たちにあったとしてもですかな。時代も変わったもんだ。だんだん目に見えねえものが幅を利かすようになりやがる。このゲームいいな。ワーズアトランティック社 SQ 戦略のノスタルジア号にかけられた保険金金額は、いや俺ここでなんかよく知ってる声優とか使うより全然いいと思うんだけど。二のぼり、演技してない感じがいい。大破並びに沈没に際しては当連帯保証人に課せられる支払い義務総額は概算で120万ポンドに及ぶ。どこまで行った。誰がこんな大金払ってくれんだい。イギリスの女王様か。私だ。私と本土にいる他の連帯保証人たち十数名で賄わなければならん。破産だ。モールスでしょ。そうか、通信室だ。本当は通信室だったわ。連帯保証人、保証人、ごく限られたメンバーがこの船の安全性にかけて君たちの会社と契約し働かずして年間3000ポンドから受け取っていたのだ。1年で3000ポンド？あこぎだね。僕の30年分の給料じゃん。なのでやめようかな。船が無事ならな。もし何かの事故でこの船が大破した場合、我々メンバーだけで保証金を賄わなくてはならん。120万ポンドか。それは命あっての物だりだな。インドマンじゃねえの？あの人本名わかんないけど、音楽作る人だよね。また爆発したん。ちくしょー、よくもフレッドを殺しやがった。あと何人殺す気だ。乗っ取ったんだろ俺の船を。要求があるならさっさと行ってみろ、腐ったり野郎。渋いなこれ。なんだなんだ。船長以下クルーは以下の命令を実行せよ。ロシアの霧を探し出せ。午後3時までにこれを回収し、船長はこれを保管せよ。回収の指示は追って連絡する。本当だよ。これを拒む場合は非客船を撃沈する。
もう激震しそうなんだけど。これから緊急会議を開く。時間が切迫しているので、つまらない質問をして貴重な時間を奪わんでもらいたい。我々がこの後本当にやらねばならない仕事はたくさんある。ありがとう。各担当部署長は損害報告しろ。後半長、まだプロローグなのかなこれ。ボートデッキが爆発の中心だよね。救命ボート一隻一隻に正確な次元発火装置をつけた爆弾が仕掛けられていたのだと思います。救命ボート8隻全てを我々は失いました。犯人の狙いは明白だが、残忍ですね。不可に食われろ。不可、船から乗客を退避させることが不可能になったわけだ。機関長、エンジンルームの損傷状況はどうか。きちんと把握してくださいませ。いいゲームっぽいね。最悪だ。そうだよ、不可。第二ボイラーに爆弾が仕掛けてあったものと思われます。機関が3つとも割れて修復は無理でんな。洋上停止出す。船は前にも後ろにももう進めまへん。クソ親父、大げさな泣き言を並べて、実はできることだったと後で分かった日にはメインマストに逆さに縛り上げたりでクソったれ。タルゼツ。現場の爆発で助かったのはチャーリー二等機関主任だけです。死んだの。無理なもんは無理だす。この後に及んで水増しスケジュールの報告なんぞしんしまへん。第一、こいつはわしらが扱い慣れた反省や王兵、高度な蒸気機関を搭載した文明の力出す。マストはただの飾りで風の一つもハラミしまへん。ハラミ機械門はいざって時に踏ん張りが効き上がらねえ。航海長。かっこいいな。高専は現在北大西洋航路のちょうど中間に位置します。韓国の船に関西人。何人なんだろうねこれ。なんかちょっとあのさ、ハラムっていうのは膨らむ、あの帆がこう風を受けて膨らむっていう状態なんだよね。ハラムっていうのはだから子供を身ごもるって意味じゃないんだよ。あ、鉛があるのかちょっと。鉛をそれで再現してない。同じ航路上に両船がいるはずだ。両船。英国海運局発刊の船舶運航時刻表によると。この次ここを通過するのはイギリスの貨物船メアリースター3日後です。貨物船、当船が撃沈されれば我々の水死体を発見してくれるわけだ。水死体死んでんの。そいつはボーンコレクター、伝説の骨拾い船になればな。チートばっかり季節外れやが、タートルズとかビーストウォーズみたいな感じ。あー、なるほどね。うるせえ、すっこんでやがれ。フレッドの目で発信に対する返信は、サウスサンプトンとニューヨーク領空から高速艇が出航したはずです。いつここに到着する。足の速い船は大西洋上に存在しない。約3日後。ああ、結局か。ボーンコレクターってどういうことだ。救命ボートを破壊し機関室を爆破して船を停止させた。次に通信室を破壊、丘から隔離したんだ。つまり我々は完全に犯人の支配下に置かれたわけだな。ネプチューンのアギト、質問があります。難しいことを許す。なんだ。犯人の要求は何なのです。犯人はロシアの霧を探せと言ってきている。それが何を意味する言葉なのか全くわからん。質問がおます。しゃらくせえ、何だってんだ。おいや、ちょっと犯人がまだ爆竹を船内に高せとるちゅう可能性はおますんでしょうか。ある。こんな、あんたどうしたら。
うるせえ、ガタガタわめくな。船長のキリキャラすごいじゃん。時代が悪すぎて上品に顔を切っちゃう。乗り切れ。犯人は本船の撃沈を脅迫してきている。ところがどっこい俺たちは筋金入れよ、海の男よ神奇くせえ顔すんじゃねえ。カリブ海の嵐を思い出せ。随分暑いな。小柱が吹っ飛んだんだ。だが俺たちは生きて帰った。お前らこういう時何をすべきか知っている。よーくな、さっさとかかれ。なんかベジータみたいななんかノリが。犯人は船を沈める。昔の話なんでしょこれ。こちらの返答次第だろう。遺棄荷物の乗客様々には不利な賭けだったな。このまま3日間は生き残るほどの食料とかないのかね。3日じゃ死なねえぞ人間、何も食わなくても。水もないのはきついけど。これだけのサイズの船が沈没して乗客が助かる確率のようなものは分かるか。マヨネーズで1ヶ月。マジで？あり得るな。沈没時の状況にもよるが、救命ボートなしじゃまず全滅だな。半分は船体に閉じ込められたまま、あとの半分は沈没時に起きる渦によって、そこから脱出できたとしても洋上漂流に人間は耐えられん。いや、渦怖いよ。3時の後ならなおさらだ。半日で衰弱死し、季節柄海流に乗ってこの海域まで上がってくるサメが後の始末をつける。乗客の生命保険も受けていたのなら同情するね。船体保険と乗客乗員321名分の生命保険。乗ってるな。連帯保証人全員が破滅する。犯人の要求を飲まざるを得んわけだが、腐ったれ。あ、なんだ、なんだ。ロシアの霧、これだけの人間を国へ導いても手に入れなくてはならないものなのか。ロシアの霧、毒ガスのこと。捜査依頼ですな。犯人乗ってるなら気が抜けないはず。ねえ、こいつは使い物になるか。なるか。船長に乗客リストを見せてもらったので。300人乗ってるんでしょ。パリ在住フランス人、職業は私立探偵。お、爆弾魔に関係したことですね。モールス撃ったから乗ってないでしょ。脅迫文は見せてもらいましたよ。あ、モールス撃ってきたのか。そうだわ。じゃあ次元で爆発するものをつけてたってことだね。そうだわ、手際はいい。ロシアの霧を見つけ出せ。犯人もでしょ。ああ、まただ。もちろんだ。ただし、ただし、もし犯人が見つけられなかった場合、クルー側から犯人を捏造したまえ。ははは、気は確かか。さあ、確かだ。考えてみろ。犯人がこの船を沈めたら我々はおしまいだ。魔王家ゴー、何の話。それは覚悟しよう。誰の声なんだよあれ。そうなったら本国の賠償金支払い義務を持つ私の友人は全員破産だ。この船にどれだけの保険金がかかっていると思う？彼らを道連れにはできん。どうした、食らいついてこい。国の友人たちだけでも助けたい。さすがに紳士ですな。ご立派です。犯人がクルー側にいれば保険契約は無効になる。わかりました。いざとなればそうしましょう。
だが私に解決できない事件はない。お任せあれ。必ずやロシアの霧を見つけ出し犯人を挙げてご覧に入れます。見た、右下一等客室だ。窓から何かが投棄されたんだ。爆発の寸前だ。今ならわかる。通信機だ。ベルアンドハウエー社の小型発信専用機で。心臓マッサージ。え、くそ、口をこじ開けとけ。私も同席させてもらおう。茶は出ないぜ。構わんでいい。黙って聞いているよ。見入っていて自然に米が少なくなる。渋いゲームだな。へえ。爆弾の特性について聞きたい。副船長は爆発現場の風下にいて倒れた、うん、そうですね。副船長の死因は窒息です。ボイスが綺麗だ。爆弾に毒ガスが仕込まれてたんだ、うん、ガスではありません。異常な高熱の大気を吸い込んだために肺が焼けたたれたのです。甲板で倒れた乗客の死因も同じです。ほう、バカな。クレンバス副船長は右舷這い出しデッキにいたんだぞ。爆発現場からはかなりの距離があった。あり得る話ですね。爆弾に使われている火薬が SBC ならそれだけの熱威力を持っている。 SBC？ シモセベーシッククラッカー。2年前にロシアのバルチック艦隊を日本海で全滅させた砲弾用燃焼火薬だ。キクリン酸が金属物と接触したときに発生する熱反応を利用したもので、爆発と同時に2000度を超す高熱を周囲に撒き散らす。鋼鉄でも雨のように溶け、後半にいた人間が無事で済むわけがない。アジアではそんなものが朝一に出回っているのか。まさか。大日本帝国のいわば秘密兵器。日本人以外が扱うことも製造することもできる。おい、犯人は日本人。ほう、そういうことだな。止まった。そういうこと。ほほ。解決です。足引きを。ほう、どうかな。ご苦労ミスター公安。乗客リストにある日本人を私の部屋に連れてこい。30秒以内だ。早いな。二等客室山田佳祐。ああ、四井商事セールスマネージャー。この船には君以外に日本人はいない。状況は極めて君に不利。いないんだ。この意味がわかる。僕が犯人だと断定しているわけではない。そういう意味でしょ。へえ。ちょっときっと待って。お前以外には考えられん。僕以外だとしか考えられませんね。身に覚えがまるでないもの。笑える。誰目線の声なのこれ。全然。爆弾は日本製なのだ。それ僕が犯人だとしたら、乗船に際しては偽名を使いますね。福見さんいらっしゃい。パスポートも偽造して新国かどこかの国の人間だと偽る。出なきゃあまりに間抜けじゃないですか。あれほど精密な次元発火装置付き爆弾をセットする人間がそんなに簡単に足の出るようなことするもんですか。僕じゃない。犯人は別にいるというわけだ。言い分は正しいか。探した方がいい。ルパンみたいな喋り方だな。確かに。犯人はお前だ。プレッシャーを感じて。お前だ。お？お猿が正しい。セリフ回し素敵。ね、なんかちょっと読めるよね。読めるっていうか、まあ
ちょっと悪くない。僕が自分で犯人を挙げれば、そういう怖い目つきを改めてもらえるわけですね。面白い小僧だ。素人のくせに探偵の真似事をしようってな。ノスタルジア1907。これ年代のことか。僕には僕のやり方がある。つまらない抽象や干渉はなし。やる以外に無実を証明できないのなら仕方ないでしょう。コマンドキーをこっちにください。おしゃれとフランス人探偵とは妙なコンビ。いいだろう。そういうことか。へえ。コマンドキーでわろか。コマンドキーってのはどういうの。これ、あの調べるあれのこと。ただ確かに、え、確かに優子さんに土地を買わなかった。ん、ここまでの不運に合うか。普通何の話だ。他に容疑者が出ない限りお前を犯人と断定する。ここは航海上の船の上だ。陪審も黄色人種には味方しない。今撃ち殺しても誰も俺を批判しないだろうさ。あんたのこれまでの犯人検挙率は 100% だろうね。迷惑な話さ。あー、なんか飛ばしちゃうよこれ。はあ。冥府アクス、え、何にって何。ドドデルメタ発言がいいな。この俺様のことを上司と思って使える。そうね、ちょっと誰のあれなのか分かんないけど、下手な態度を見せると即射殺するからな。捜査の結果随時俺に報告し、いつでも後頭部に銃口を突きつけられていることを忘れるな。総乗客数297名。ランダムに当たってたんじゃ日が暮れるな。結果次第で明日はない。ほう。最初の犯行声明は通信。次は船長室の窓にルージュで脅迫文。ていうかもう時間なくね。通信機とルージュを見つければいいんだな。あと3分の1残ってんだけど。どうしよう。もう行くか一気に。せめて部長と呼べ。これよくできてるな。けどもうちょっと長い。あらおしゃれルージュ。はーい部長。ほんとルパンみたいだな。お前発音悪いな。通信機は一等客室から海に投棄されるところを副船長が目撃して、右舷側で空き室になって。あんた、それでも僕が犯人だと言ってるのか？通信機を投げ捨てたのがお前でないとなぜ言える？右舷一等客室へ行ってこい。俺様のところへ情報を運んでくるんだ。せっせとな。これ何なんだろうね、このゲームね。ぶっちょっ！シールドウェーブ。ていうかね、鈴木爆発みたいな爆弾解体があるんでしたっけ。あのさ、タケルって書いてあるんだけど、これタケルってあれでしょ、あのタケルでしょ、違うの。株式会社タケル、シールドウェーブ。はぁ、どうやらこれ国産ゲーだね、普通に。あー、こう最近こういうハイセンスな国産ゲーって見ねえよな。ちょっともういい、オッケー、ごめんちょっとさ、いいゲームだね。こういうゲームだよね、やっぱね。こういうメガ CD で、まあだから音声とかがなければ頑張りゃ別にファミコンとかでも作れそうだけど、この独特な雰囲気はやっぱりこのメガ CD っていうか、この CD 媒体だから出せるというかね、音声がついてるからこそ出せる。ストライダーに変わってきてますけど、ストライダー飛竜ん？違う、ストライダー合ってるのか。引き込まれるね。なんか結構有名なあれだよね、このゲームね、ノスタルジアね。うん、飛竜。以前から何度もこうメガ CD やるためにこのゲームのことを語る人がいたけど、今日はこの時間帯だからいないと思うけど。
今音変だった。熱い熱いよ。これの前作っぽいの MSX2 で琥珀色の遺言っての持ってました。あるんだやっぱ。でも何も書いてないねこれね。あとサントラ付きだもんねこれ。なんか昔からねこれはなんか持っておかなきゃいけないゲームみたいなのがあって持ってはいたんだよね。おい嘘、管理あるじゃんこれ。んどんだけ爆弾好きなの。爆弾好き、何が。ちょっと待って待って鈴木爆発後に作る。そしてあそうなんだ、へえ。ゲームの中にこのこれを管理するのが入ってるってあれだね、初めてじゃない。ああそういうことか。え復活って何は復活とかあんの。どこに取っといてんだろう。おまたかよまたかよ。復活の呪文マイクロネットまたか。いやこれちょっとねひどい印象しかないんだよ、なんか絵がまともに描けない感じ。どうなんだろう実際は。毛づくろい中グリフォンじゃねえ。なんかパッケージからちょっとね不穏な感じなんだよね。さまざまな種族が共存している平和なこの世界に魔の手が迫っていた。危なくねえか、建物出られないし飛べるのかな。魔族の王が悪しき力を得破壊の限りを尽くした。思った以上に時間なかったな今日。ゆっくりやってる場合じゃなかった。めちゃめちゃソフト残ってる。だが魔族の王を倒すべく戦士たちが立ち上がった。誰の声だ。意外と絵ちゃんとしてるようで。どうだろう、なんか塗りが甘いというかやっぱダメだな。音途中で止まるしね。草尾さんだね。あー桜木は何93だ。オートバトルがでかくなった。